お願いいたします。京都市立一橋小学校の木村と申します。本校はメディアの特性を理解し適切な方法を見極めながら課題解決を進める力の育成と題しまして教科学習の中で情報開発の実践力を系統的に育成するための省庁一貫カリキュラムの開発を目指して研究を進めています。 我が校は全部の学年が一クラスの探究の学校でして今年で144年になるんですが並行いたします来年度から3つの学校と1つの中学校が合わさった小中一貫5四制の小中一貫校に生まれ変わるという学校ですですのでこの小中一貫カリキュラムというのの必要性がありましてこういうタイトルで研究を進めさせていただいています 本校が情報開発の実践力を系統的に育成するために大切にしていることは、教科の学習の中で情報開発の実践力を効果的に指導し、育成していくということに重点を置いています。教科、単元の中で情報開発の実践力を効果的に指導できる場面を抽出するという形で行っています。また 情報教育の視点というものを教科の学者の中に入れることで、教科の目標をさらに達成するという、効果的な指導、支援になるということが大前提の中で授業をしているわけです。教科の目標と、情報教育の目標を明確にしまして、研究、授業を行うという形で研究を進めています。 さらに、情報活動の実践力を系統的に育成するために、2つの点を意識して、教員たちは事業を行っています。1つ目は、教員が情報化発の実践力を意識して事業を設計するということです。これに関しましては、京都市の方で、情報教育スタンダードという元になる、情報教育の目標が明記されたものが出ておりますので、 それをもとに授業を行って授業設計をしています。また、教師だけではなくて、児童がこういう情報活用の実践力というものを意識しながら学習をするという点で、えー、行っています。それが、情報活用の実践力の学習支援カード、えー、具体的なのはこういう、実際のものはこういうものなんですが。 考慮した時期風に加工しまして子どもたちが常に持って授業や家庭学習特に自主学習などで活用して行っているという形です昨年度はこのような形ですべての教科で研究をし伝える力の育成を図ってきましたまた実践でできたものを蓄積しましてこのような形で残していっています今年度は 情報を集める力というところに視点を置きましてそれを3つの視点に分けて研究授業を行っています今年度は4度の研究授業を行いました国語科と算数科に焦点を絞りながら全ての教科に波及していけるような形で、えー、授業を行っています1つ目は育成学級でまあ、情報手段を適切に活用する力を育成するということを、えー 目標にしましししままてデジタルカメラの活用をしながら行いました2回目の研究授業では算数科の中で文章から適切な情報を取り出すとそれを元に表やグラフに整理するというためという授業を行いどのような方法を使えば効果的に子どもたちが問題を解決できるのかということを検証して授業を行いました。 3回目は国語科の授業で子どもたちが情報を整理するという聞いた話を聞いたことをもとにノートにウェビングでまとめたりそれを付箋を使って適切な情報を整理したり配列したりというようなことを授業の中で行ってそれの効果を検証しました夏休み前に最後に行った授業は算数科の授業で6年生で同じように3年生の授業と系統を立てた 考え方で文章から適切な情報を使える情報は何なのかっていうことを導き出してそれを検証授業で行っていくというような形で研究授業を進めていきましたこのような授業を進めながら効果的に情報活用の実践力を育成することができる単元を抽出するということと 情報階層の実践力の目標値を明確にして、このような形でカリキュラムにまとめていければと考えています。1年生から9年生までの一貫したカリキュラムが、このようにできていければ、いいかなと思いながら研究を進めています。12月4日の日に、で研究発表会を行います、研究発表会を行いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。